はい、ということで岐阜駅に到着いたしました。この岐阜駅にはですね、なんと駅そば店がございません。大垣駅に続いてこの岐阜駅にも駅そば店がないということで、じゃあなんでまたこの岐阜で降りるねんと言いますと、実はですね、この岐阜駅にもオラガそばがあるということで、まあなんとなく岐阜駅にも降りてみたいなということで降りてみました。またオラガそば、さっき食べたばっかりなんですけどもね、どうしましょうかね。オラガそばは駅そばじゃないから食べなくてもいいかな。はい、ということで岐阜駅までやってまいりました。この立派な駅舎、これは岐阜駅であります。そしてこちらには駅前にちんちん電車が置かれております。先ほどから岐阜駅前は騒々しいと思っていたら、どうもこのサイネージ広告ですか、これがやかましかったようでありますが、しかしこのビルディングはまた素晴らしいですね。昭和の建物そのものといったものとなっております。それにしても岐阜駅前ってなんとなく寂しい感じが漂っておりますね。地方都市の現実といったものでございましょうか。ですがこちら側の方はまだなんかね、人通りもあって にぎやかな感じはありますね。ちょうど向こうの方の岐阜駅前からこちらに向かってずっと歩いてきたわけですけども、こちらにですね、織田信長公ゆかりの円徳寺というものがございます。私ですね、織田信長公っていうと、横山やすしさんのような、気性の激しいおっさんという、そういうイメージがございます。そして先ほどの円徳寺から歩いて 3,4 分ほどのところにですね、こちらにございますのが織田塚というものなんだそうですけど、そのようなものこれないよね。これただの家やもんね。どこにあるんやろ。そんな、あったあったあった、これですね、これです、織田塚ということで、なんでしょうかね、織田塚って。岐阜駅前をね、約40分ほどほつき歩いて、岐阜駅前まで戻ってきたわけですけども、途中ですね、女子高生の制服を着たおっさんがブツブツ言いながら歩いているというのに遭遇いたしましたけども、無事駅前まで戻ってくることができました。ということでね、先ほど大垣駅でオラガそばをいただいてから2時間を経過したわけですけども、正直申しましてまだお腹の方が減っておりません。こちらの吉野家の隣にあるのが岐阜駅のオラガそばなんですけども、駅そば店というわけでもないので、このままスルーしてしまいます。それではですね、改札の中に入って次の駅、名古屋駅へ向かっていきます。すいません、あ、18切符です。次の列車は14時44分発の岡崎行きで4番線からの発車、時刻がだいぶ迫っておりますね。4番線どこだ。あ、4番線こっちだ。こちらが4番線の普通列車であります。
はい、ということで、岐阜駅から名古屋駅までやってまいりました。この名古屋駅はですね、以前に名古屋きしめん巡りをやって大変な目に遭ったあの名古屋駅でございます。到着いたしましたのは3番線ホーム。3番線ホームは東京寄りの端にきしめん店があるはずであります。名古屋でございますから、もちろん駅きしめんをいただいていきます。ホームの端に緑とオレンジ色の看板が見えてまいりました。久しぶりの駅きしめん、胸が高鳴ります。ご注意ください。すいません。ありがとうございます。注文いたしましたのはたぬききしめんであります。大きく形が不揃いな天かすが丼一面に敷き詰められ、その上にネギが乗せられております。そして卵が入っており、天かすと丼の隙間から平べったいうどんのきしめんが覗いております。それではいただいてまいります。珍しく一味を投入いたします。そしてまずは麺をいただき、続いて麺に天かすやネギを絡めていただいていきます。私思うんですけどもね、あのせんべいタイプの天ぷら、あれなんかだと天ぷらの衣が麺によく絡みつくわけですから、たっぷりと天かすを楽しむことができるんですけども、このたぬきの場合ね、麺に絡みつかないからね、この天かすがね、あんまり楽しめない、この楽しめないいうところがいいんじゃないかと思います。ということでおつゆをいただきまして、ごちそうさまでございました。ということで名古屋駅3番線4番線ホームにある名古屋きしめん住吉さんでございました。さて、米原駅から大垣岐阜と寄って名古屋駅まで来たわけですけども、これからどうしようかなといったところなんですよね。やはりここは一つ名古屋観光をねやっていった方がいいかな。とりあえずですね、ここは一つ改札の外に出ていきます。18切符ですね。ということで名古屋の観光名所のまず最初はここ金の時計であります。次にやってまいりましたのはタワーズガーデンであります。うわーっとツインタワーが立っております。結構名古屋の人々の憩いの場となっているようであります。これが観光名所なのかと言われれば、まあ、結構ね高いビルがこう囲まれていますんでね、田舎者にとっては楽しい空間ではないでしょうか。次にやってまいりました名古屋の観光スポットはここ、名古屋といえばこれ七ちゃん人形であります。なんか今日はドロンジョ様の格好をしております。でかいなでかいな。そして奈々ちゃん人形の道路の向かい側にはこちらモード学園の変わったビルが建っております。それではですね、次の観光スポットへ移動していきます。次にやってまいりましたのは柳橋の花時計ということであります。先ほどはね、金時計でございましたけども、今度は花時計ということでね、時計が花で彩られているという、まあ、そういうスポットでございます。これがね観光スポットかどうかと言われればちょっと微妙ではありますけども、マイナーな観光スポットということでね、人々があまり行かないようなところへ行くいうのもこれもまた楽しいものであります。ということでね、この高速道路の高架橋の下にある交差点に、設置されておりまして、こちらの看板によりますと、なんだろうこれ、広小路西通り1丁目商店街振興組合にて設置維持管理されていますということでございます。信号は青に変わりまして、次の観光スポットへ移動していきます。移動いうてもただ歩いているだけですけどもね。あ、これなんやこれ、
このカラーリングは王将か思ったら王将じゃないね、餃子の新味覚ということで、新味覚というお店でございます。王将ではございません。あ、なんやろこの店、名古屋名物味噌とん、味噌とんちゃんや免疫ホルモン、なんか良さそうやな、この店なんか良さそうやけど、まだ開いてへんね、閉まってますね、残念でございます。まあ居酒屋っぽいですからね、もう少しあと 2,3 時間もすればお店の方が開店されるのかもしれません。あ、なんやろこれ、ピサの社電話ボックスかな、傾いとるな。小池屋不動産とありますね。なんかポテトチップスの味がしてきそうな、そんな不動産屋さんであります。なんか名古屋の街面白いですね。歩いてるだけでなんかおもろいもんがいろいろとあります。これを街歩いてるだけで面白いわ。なんやこれ、めっちゃ昭和のお店、しかし全然錆びれてない、まだまだ元気に営業中といった感じです。はい、ということで次にやってまいりました名古屋の観光スポットはこちら松竹梅でございます。これ松竹梅ってどういうことかと言いますと、これ松の木でしょ、そしてこちらがね梅の木なんですよ。3月頃になると花がたくさんつくようであります。そしてその下には竹がずらーっと生えているわけでございます。つまり松竹梅ということですね。どういうことかと言いますと、こちらに書いてあります通り、松の長寿、竹の生命感、梅の気品、日本古来の和風感覚の魅力を演出しているということで、何でしょうこれ、庭園かな、庭園じゃないよね、これ道路上にあるから、これやっぱり、名古屋市が管理しているのかな、それでも、国交省かな、どこが管理しているのでしょうか、よく分かりませんけども、道路上にこのような、演出がなされているという、名古屋のマイナースポットでございます。まあ、こういう感じでね、マイナーな観光スポットばかり巡っているわけですけども、こいつは一体何してるんだと思われるかもしれませんけども、そもそもですね、駅そば巡りをやっているわけですから、人と同じようなところを巡るわけがないという、まあそういうことでございます。まあこういうねマイナーな観光スポットを、あ、危な、滑った、観光スポットを巡るというのもね結構ね楽しいものでありますよ。それではですね、次の観光スポットへ歩いていきます。まだ回るんかと思われるかもしれませんけども、まだ回ります。正直申しまして、ここまでやってまだ先ほどきしめんをいただいてから1時間しか経過しておりません。結構時間つぶしがね重要な鍵を握っております。はい、ということで次にやってまいりました名古屋の観光スポットはこちら、しけみち町並み保存地区ということでございます。看板のその隣には、浅間神社ということで、浅間神社と書いて浅間神社と読むという、こういうことでございます。で、このしけみち町並みとは何ぞやと言いますと、1700年の大火の後、防火と商業活動のために道の幅をこの4軒約7メートルに広げたということのようでございまして、それが何なんだと言われますと、この街並みが素晴らしいということですね。右側にこの石垣とその上に土蔵が建っていて、左側には町屋が立ち並んでいるという、この風景はおよそ280年前に形成されたものだということでございます。280年間の長きにわたる時の流れをおごそかに感じさせる、そんなしけみち街道でございます。名古屋城とかね、そういうメジャーな観光スポットではなく、こういったマイナーな観光スポットを巡っていくというのも駅そば巡りに通じるものがあるような、そんな感じがいたします。ということで名古屋駅の太閤通り口まで戻ってまいりました。ただいまの時刻は17時ということで、先ほどの花時計で16時11分でしたので、50分ぐらい
かかってここまで戻ってきたということになります。それではですね、次のお店ではなくてですね、ホテルの方へチェックインします。本日のホテルはですね、ちょうどここから歩いて1分ぐらい、1分もかからないぐらいのところにあるホテルでございまして、駅前なんですけども、めちゃくちゃ安いというとんでもないホテルでもあります。2つ星ホテルということになっておりました。でもね、ジャランの評価は3つ星になってましたけどもね、まあ、そんなね恐れることはないかと思います。ということで見えてまいりました、本日のホテルはこちら、名古屋フラワーホテルでございます。まだ夜にもなってないのでね、夜はまだまだこれからというか、夜にもなってないので、あれ まだね次もう一軒ぐらいお店行けるかもしれませんけども、まずはとりあえずチェックインいたします。ということでチェックインいたしました。ただいまの時刻は17時、10分でございますね。まだまだ夕方でございます。歩き疲れましたんで、しばらく休憩してから、また街の方に出て行ってみたいと思います。部屋は7階なのですが、窓から一体どんな景色が見えるのかと思えば、壁しか見えませんでした。ということで、ただいまの時刻は8時前ということで、なんだかんだやってたらね、結構時間が経ってしまいました。さてですね、これから、出かけていくわけですけども、どうしようかな。もう立ち食いそば、駅そば、駅きしめんはやめて、かつて名古屋駅で駅きしめん巡りをした時に腹がいっぱいになって苦しくてお世話になったカラオケ屋さんに行ってみましょうかね。どこやった、ジャンカラ行ったんやったっけな、ジャンカラやったな、ジャンカラ、ジャンカラ行ってみようか。はい、ということで、ジャンカラの方にチェックインいたしまして、ビールと唐揚げを注文いたしました。ビールの方は1500なんぼかで、飲み放題というコースであります。唐揚げ実は少しだけ食べてしまいました。こんか雨降る、いつもあなたの上の初の夜行列車。はい、ということで約2時間でたっぷりと歌い込みまして、結局ですね、ビールは4杯、食べ物は最初の唐揚げだけということになりました。はい、ということでジャンカラへ行ってまいりまして、ホテルから歩いて30秒もかからない、15秒くらいかなっていう至近距離でございましたけども、なかなか楽しい夜でございました。ホテルの部屋まで戻ってまいりました。ということで皆様、おやすみなさい。本日もご視聴ありがとうございました。